ないんだよ。うんうん。そう、だから、マジで久しぶり。でも、ゆうくが歌詞動画作ってくれて。そうめっちゃすごかった。本当に。やった。嬉しかった。ありがとうございました。よかったよかった。いえいえ。なんか、最近全然会ってないから、うん、レミタにめっちゃ会いたいなと思って、なんか作っちゃった写真漁ってたら。かわいいんだけど、それ。やだそう。あ、そっか。あれで会ってるわ。一回。リクアワの時、リクアワっていうか、画面越しだけど。確かに。そう。久しぶりすぎて感動してる。確かにめっちゃ、なんか、レミタめっちゃ大人っぽくなったくない？え、それはない。多分巻いてるからじゃない？え、そう、髪とか巻いちゃってさ、もう。巻いちゃった。いいじゃないの。めっちゃ似合ってる。髪巻いてるのめっちゃ好きかも。え、嬉しい。ありがとう。ね、皆さんですよね。マジですか？マジですよ。めっちゃさ、髪伸びたくない？え、それの？超長いじゃん。超伸びた。めっちゃいいやん。私は逆に短くなっちゃった。来ちゃった。ね、短くなった。なんかさ、うん、みずきもゆっきーなの髪短くなって。そうそうそう。ね。福祉同盟が作れちゃうぜ、3人で。そう、3人。トリオじゃん。トリオだよ。トリオ。どういうお話をしますか？今日は何します？どうします？なんだろうな。何かありますか？なんかしたいね、でも。ね。なんかね。ね。なんかリクエストありますか、皆さん。うんうんうん。コメントよろしくお願いします。ちょっとさ、急に始まっちゃったから自己紹介してないからさ。あ、どうぞ。あ、一人ずつキャッチフレーズしましょうよ。待って、レミのキャッチフレーズさ、ちょっと。久しぶりに皆さん、レミタンのキャッチフレーズ聞きたいですよね。待って、どういうのだっけ。なんで自分の覚えてないの。あ、覚えてる覚えてる。な、覚えてる？いくよ、じゃあ。どうぞ。はい、星のつ、あ、ちょっとすいません。緊張してた。はい。はい、星の国、鳥取県からやってきました。どー？レミー。ありがとうございます。皆さんに素敵なメロディーを届けたい、鳥取県代表中学2年生14歳の徳永由美です。よろしくお願いします。イエーイ、いいじゃないですか。久しぶり。久しぶりに聞いた、うちも。ひゆかちゃんで。了解です。では行きます。福井県といえば、カニ、恐竜、はい、ひゆか。ひゆか。ありがとうございます。かわいい。イエーイ、福井県から来ました。中学2年生14歳の坂川ひゆかです。よろしくお願いします。イエーイ。かわいい、安定の自己紹介だね。ありがとうございます。そんな。てかさ、カニさ、うん、絶対さ、鳥取の方が有名なんだけど。いや。福井のカニを舐めちゃいけない。決着つけたいんだけど、今日の配信で。あ、つけましょうよ、皆さん。つけましょう。つけましょう。絶対鳥取県だよ。いや、絶対福井県だね。これは譲れない。これは鳥取県も譲れないから。福井県も譲れない。だって私はキャッチフレーズ入れてるまでですからね、カニを。そうですけど、ちょっと私、はい、見つけちゃったんですよ。何ですか？少々お待ちくださいね。ああ、お待ちします。鳥取県がカニがちょっと有名って、証明できる感じのもの。どこ行ったっけ？絶対鳥取なんだけど。いや、絶対福井だね。マジ鳥取。待って。あった。お、何ですか？知っていましたか？鳥取が誇る5つの日本一。カニの水揚げ量日本一。ほう。カニの消費量日本一。ほう。カニの巻き場面積日本一。ほう。新鮮活ガニ出荷日本一。カニに対する思い日本一。ほう。勝ちました、これは。いやー、いいじゃないですか。そうですか。勝ちました。そうですね。やっぱりあの、私ちょっと今この携帯しかなくて調べることができないんですけども、はい、まあ私的にカニの気持ちを伝えたいと思います。
はい。はい、福井のカニはすごく赤くて、すごく美味しいんです。そして私はキャッチフレーズに入れてるんですよ、カニをね。だからそれだけ私はカニ愛が強いと。そして、福井では越前カニがすごくね、有名でございまして、すごく美味しくて、極みと呼ばれております。はい。で、そしてですね、福井県はですね、幸福度ナンバーワンなんです。あ、そうなんですか？へぇ。そうなんですよ。4年連続ですよ。ああ、それは素晴らしい。あ、ありがとうございます。そんな。皆さん、どちらでしょうか？私のカニの思いを言いますね。はい、まず、鳥取県は本当に、境港というところがあるんですけど、そこのカニが本当に美味しくて、本当にたくさん取れるし、大きいカニまで小さいカニまでたくさんあって、本当に、カニが有名って、ぐらい、本当に美味しくて、ガチで、本当にこれは美味しくいいんですよ。そして、鳥取県ではカニが給食に出るぐらい、カニが有名で、これは勝てるでしょ、私の。まあ、そうですね。まあ、私は給食に、まあ、キャッチフレーズには入れてないんですけど、それぐらい、秘めてるんですよ、その思い、カニに対する思いを。いや。心の中でそっと。やっぱね、思いをさらけ出さないと伝わらないものですから、私はドンとカニをね、出してもろて、すいません。私は心の中でそーっとカニへの思いを毎晩毎晩伝えてるんです。毎晩ですって？私は毎朝、毎昼、毎晩でございますわよ。一日中ですわ。あれ？あれね、私でも、はい、まあそうですね、毎朝カニに向かって今日もカニ様ありがとうございます、今年も今日も一日カニ様のために頑張りますという感じで頑張らせていただけてるんで、まあそれがカニに対する思いが強いということでどうでしょうか。そうですね、まあレミタンは結構カニ愛が強いということなんですけども、まあ私はね、はい、毎回皆さんにお会いするたびにカニと言ってもらって。私のあだ名もカニなんですよ、実は。ってことは？あなたがカニなんですか、じゃあ。そうですよ。あら、そうだったんですか。はい。実は、的な。もう、ここは、スパッと決着をつけるために調べてまいりたいと思います。お！任せます。お願いします。さあ、皆さんどっちだと思いますか？ドキ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 、あ、ん、おっと、何ですか？待ってください。あら、待ちますね。待ってください。これは何でしょうか。旅行？あら、待って、これは違う。違いました？え、カニ旅行って何？え、わかんない。何カニ旅行って。なんか、でも、値段は、福井の越前ガニの方が高いらしい。値段は、ね、ですわよね。ですわよね。どこだろう。カニといえば何県？福井、福井。これは答えが出たので言いたいと思います。お願いします。福井と鳥取でカニが有名なのは。ドゥルル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 認められないわ、これは。やったわ。やっぱり認められない。私が。でも、認められない、やっぱり私の中では。このレミタンがちょっと、納得がまだいっていないようなので。言ってません。ここはやっぱり、ファンの皆さんにね。あ、そうですね。決着をつけてもらいましょう。はい、そうしましょう。いや、もうこれはもう、ちょっと、
と差が目に見えてしまうかなって感じなんですけど。悲しすぎるぜこの戦い。では投票しましょうか。しましょうか。じゃあできるかな投票。え、どうやってする？じゃあ1番が鳥取のカニで、2番が福井のカニでいきましょう。はい、カニだけに開始お願いします。カニだけに2ですよ。カニですよ。あら、それは参ったわ。1位の1ですから、こちら。ああ、そうなんですか。はい。やばい。確かにどっちでアンケート取るかで変わりそうじゃない、これは。うんうん。福井の、あ、福井じゃなくて日向の方でも取ってる？え、取ってない。一応取っとこうぜ。オッケー、では。悔しいぞ、これは。すごく。ヘイ、よし。え、めっちゃ電波悪くない？どう？え、なんか画質荒すぎ今。うん、マジマジ。どう今は？してる？あ、来た来た来た。よし、どうだろう。あ、じゃあ投票終了しますか。したばっかかな。したばっかだけど、ね、いいかな。じゃあ、あと10秒にします。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、投票終了。お、イエーイ。めっちゃ僅差だよ。めっちゃ僅差。え、こっちはめっちゃ多いよ。うっそ。あ、じゃあそちらから発表どうぞ。1位の鳥取県は 51.1、 2位は 48.9。 こちらは1位の鳥取は 27.3%、 こちらの2位は 72.7% でした。やば、何それ。ちょっとしっかり。これはもうダメです。負けを認めましょうじゃないか。あ、よかったですよ、やっぱり。悔しい。やったぜ。やだ。大丈夫、そっちは砂漠がすごいんだから。大丈夫さ。つえ。つえ。止めるぜ、もう。トリケンが負けたということで、もうあのカニは存分に使っていただき、ちょっとだけ鳥取県もカニを使わせていただくんですが、どうぞどうぞ。すみません。何の配信これ。面白すぎる。カニトークで15分経過して、お、結構経過しましたね。そうですね。面白い。何しよう。次はファンの皆さんに何かありますか？やってほしいリクエスト。うんうんうん。全然質問コーナーとか簡単なものでも。そうそうそう。うんうん。なんかないかな。なんかありますかね。お、櫛が。私は赤色。私はピンク。あ、似てますね。いいですね。いいですね。ゲームとか。何のゲームができるかな。確かに。しりとりとか、ああ、マジカルバナナとか、ああ、うん、でもやっぱ質問が多いですね、結構。あ、質問が多い？うん。あ、じゃあ質問タイムにしますか？オッケーです。じゃあ、はい。こっちでもショールームのコメントでも集めて、755でも集める。あ、755見れないからレミちゃんお願いしていいですか？わかりました。じゃあ。ショールームのコメントとレミの755のコメントで、あの2人に関する、うんうん、こう質問をしてください、うん、はい、お願いします。待ってるぜ、たくさん。レミに関する
関する質問。じゃあ私はショールームの質問を読もうと思います。レミタは755をお願いいたします。はい、了解いたしました。はーい、ではでは早速来ましたか。はい、何がいいかな。どうしよう。じゃあヒューカからどうぞ。あ、オッケー。あ、いい質問ですね。2人が自転車に乗れるようになったのは、あの年齢はいつ？あー、なるほど。はい。でもあのさ、三輪車とかあるじゃん。うんうん。それは幼稚園の時から乗れてたんだけど、うんうん。二輪車？一輪車？違う、二輪車だ、うん、普通の小話のやつは、うん。小3かな、小3から乗れるようになりました。結構遅めじゃない？え、そう、遅めなの。だから、本当にずっと駒付きで走ってたわけ。へ、うん、そう。そうなんだ。私はですね、うん、三輪車はやっぱり幼稚園の時だったんですけど、うん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 、自転車は1年生の時に乗れるようになったんですけど、ちょっとやばい話がありまして。何何。あのやっぱ自転車ってちょっと最初慣れなくて、うん、親とかについてもらうじゃん、うんうんうん、で私お父さんにあの後ろをこうやって持ちながら進んでたのね、うんうん、そしたらなんかいつの間にかお父さんが離してたんですよ、手を。へ、すごい。すごい。そうで私はそれに気づかずに、へいってこれで普通にふざけてやってたら田んぼにはまったんですよ、そのままバーンって横になって落ちちゃって大泣きして、うん、で靴がなくなって、あら、田んぼになくなって、で裸足で家に帰ってお風呂に入ったっていう。え、大変じゃん、それ。ちょっと嫌な思い出がありますね、私。なんか普通に押してたんだけどいきなりいなくなるみたいな。そうで、いなくなって、えってなってこうなったっていう。なんか不安定だなと思って。そう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 。え、やば、田んぼか。 それは大きい。え、怪我はなかったの？そう、怪我はなかった。あの柔らかい土だったから、あ、それめちゃって感じ。うん。え、大変なんだけど、それは。そう、めっちゃ大変だった。でもそれがあってから、うん、そうだからすぐ乗れるようになって。あ、そっか。そう、もうずっと自転車で遊び回ってましたね。すごい。小1から乗れるのは強いね。イエー、早かった、結構。ね、早かった。うん。レミ遅かったからさ。うん、小3。ね、確かに。では、次、ちょっと。はい。なんだろうな、何がいいかな。あるかな。なんかね、いいのがあったんだけど。あ、待って。お互いのマル秘。マル秘エピソード教えてください、だって。え、待って、なんだろう、なんかあるかな。なんだろうな。でも結構さ、ひゆかさ、うん、なんだろう、結構めっちゃさ、すごい芸人気質あるよね。え、嘘、そんなことないよ、全然。本当になんか、うん、なんだろうな、うん、なんかあんまりそういう配信とか表ではあんまり見ないんだけど、うん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 、なんか二人でいるときとかは、すごいなんかね、面白いの。すぐ変顔するし。え、でもレミタンもだよね。レミタンも結構なんか、その配信では結構おしとやかなお姉さん系だけど、それ気になって急にだけちょっと、寂しいから部屋来たとかあるから。だってから聞いてください。なんかすごい可愛いお話があるんだけど。なんかとね、前、あの、なんか、たまたま、あの、違うな、あの、二人で、あの、二、うん、人だけだったの、ホテルに泊まるのがね。うん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 、で、お互い別々の部屋だから、うん、まあ、なんか、最初はね、普通に一緒に同じ部屋にいて、なんかワイワイしてたんだけど、うん、それで、お風呂入ろうみたいな。じゃあ、今日はここで解散ねみたいな話になったの。うん、それで、バイバイって言って、レミはもう速攻でね、お風呂入って、ちょっとゆっくりしてた時に、ヒューカからピローンって LINE が来たの。そしたら、超可愛いの、ここから。ちょっと怖いから、お風呂一人で入るの怖いから、レミタン来てって言って、何この子可愛いんだけど、と思って。お恥ずかしい。そういうね、あの、デレっていうところをヒューカちゃんの配信とかでは見たことがないので、あ、これはマル秘ですね、すごく。いやー、恥ずかしいですね、ちょっと。可愛くない？いや、まさかヒューカがさ、ヒューカってなんか強そうじゃん、一、うん、人で何でもできるみたいな。
それで、うん、その LINE が来た途端、え、ひゆかって乙女じゃん、めっちゃ可愛いと思って。すぐ駆けつけた。そう、すぐ来てくれました。そう。可愛かったの。お恥ずかしい。なんだ、なんだ、言われちゃったよ。え、なんだろう。悪くなれみたい。で、見た、あの、ね、マル秘なのかな、わかんないけど、うん、返信がめっちゃ遅いです。最近めっちゃ遅くて、なんか、私が、なんか、送ったら、1日後とかに帰ってくるんですよ。なんか、夜中にしかも。待って、意義あり。どうぞどうぞ。あの、それはね、うん、あの、え、でもさ、なんか用事がある時とかはすぐ早くない？なあ、うん。なんか LINE ってレミだけかもしれないけど、うん、なんかあ用事があるときはすぐ返信するんだけど、うんうん、なんかなんだろうな、たまにさはいとかあるじゃん、 OK とか、あ、うんうんうん、あそういうのはあなんかまあ返さないでいいかと思ってなあほっといっちゃうことがあって、ごめんなさいって感じで、うんうん、これからは気をつけます。なるほどね。いいじゃないですか。でも早くない？用事とかがあるときは。確かに。でも私めっちゃ早いよね。めっちゃ早い。ヒルカは超高速。ほんとに早くて。1分もしないうちに帰ってくる。秒で返しちゃうんです。なんか、私的には通知がたまるのがめっちゃ嫌で。あ、そうなんだ。と、なんか、通知が出てるのも青みたいな。消したいってなっちゃうんですよ。なるほど。そうそうそう。リー、普通に余裕で10は超えてるわ。あーでも最近うちもなんかスタンプとか来ると貯めちゃうかも。あ、だよね。そう、なんか、見てるけど、なんか別に、そう、見てる。そう、見てるから、うん、そう、って感じかな。でも、結構さ、メンバーとかで遅い人多いよね。え、おいおい、めっちゃ多いね。モモカとかも意外に、早い時と遅い時、ね。最初ら辺は超早かったんだけど、そう。最近超遅いよね。めっちゃ遅いよね。なんか何日か経って、うんそうそうとか来るから。そう、本当に。おみずきが超遅い。え、嘘？おみちゃん結構早いよ。嘘！早い時もあるんだけど、うん、たまに1週間後ぐらいに帰ってくる。なあ、え、でも服留めも結構遅めだよね。あ、服留め。そう。そうなんですよ。結構遅めの方が多いです。うんうんうん。ああ、面白い。いろいろ暴露しちゃいましたね。暴露しちゃいました。じゃあ、次の質問どうぞ。はい、では。なんかあるかな？なんかあるかな？ちょっと、755も見て。はい、755も。あ、昨日の福留の考えた公演の感想をお願いします。うんうん、あ、え、あれ、見た？見た。え、すごくない？ね、めっちゃなんか凝ってたよね。え、そう、そう、なんか、妙よろを回したんだけど、それで、なんか、エイトリオにやってほしい曲をリクエストしたの。なるほどね。そしたら、なんか、1曲とか2曲かなと思ってたのに、本当に、なんか、公演まで作ってくれたの、ねねうんうんうん、びっくりして。すごい。ね、すごい。皆さん見てください。なんか、トリオの虜だよね。うん、そう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 。うんうん。そう、レミもなんかすごいすごいなと思ってびっくりしちゃった。ね、私もびっくりした。ね、えと思って。しかもなんかソロもあるじゃん。公演までね、そうそう、うん、ソロもね、びっくりした。すごい。ちょっと衣装まで考えて。てうん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 。なんか、いつか実現するといいなって勝手に思ってね、本当に。え、なんか結構曲とかもさ、え、そう。なんていうの？神だよね。私たちが踊ってみたい曲とか多いよね。そう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 。ね。マジで、なんかずっと踊ってみたかった曲とかも入ってて。うんうんうん。わかるわかる。すごいなんか、いつかできたらいいなって思ってます。ね、本当に。ね。ありがとうございます、福留プロデューサー。皆さん。じゃあ、いつかね、してみたいね、一緒に。してみたいよね、本当に。うん。福留プロデュースの。そう。すごい。しかもいいよね、トリオの虜っていう、ちょっと。え、そう、ネーミングも最高。そこからもうね。センスが溢れ出てますね。それが。じゃあ次は私が、あ、うん、二人が出会った頃の思い出あれば。二人が出会った頃はヒューカの前座があって、うん、ヒューカの前座でデビューだったんだけど、その時その日にレミたちはカフェイベントがあったんですよ。その時に、うん、あのなんか
エミたちのリハが終わって、楽屋に戻った時に、うん、そうだった。違うな、違う。うん、最初だ、最初。そう。その楽屋に着いた時に、ヒューカがいたんだっけ？もう来てたんだっけ？後から来たんだっけ？そう、多分。うん。いや、先にいた。ね、うん。先にいた？先にいたか。先にいた。先に行って、それでみんなが挨拶しようみたいになって、挨拶したんだよね。なった。そう。一人ずつ、こんにちは、鳥取県の僕のいいですみたいな感じで。で、ヒューカが、超笑顔が可愛くて、え、この子はすごいと思って、え、でもなんか、仲良くなれるかなと思って、最初から、うんうん、同い年ってことは聞いてたんだけど、うんうん、けど、ここまでね、なんか仲良くなれるなんて、その時はマジで思ってなかった。確かにね、確かに確かに。ね、なんか私的には、なんかそう、めっちゃ緊張してたんですよ、最初。うんうんうん、そう、みんなに会うって思って、で、めっちゃカチコチでみんな来るまで。あ、そうなんだ。そしたら、わーって声が聞こえて、あ、来たーと思って。で、そしたら、そう、めっちゃなんか、そう、写真は見てたのな、結構。新メンバーは、この子、この子、この子とか。で、写真よりみんな全然可愛くて、え、どうしようみたいな、もう、え、レベルが違うと思って。そしたら、レミタンがめっちゃ可愛かったな、なんか、ツインテールかな、なんか、ツインテールしてたかもしれない。うん、そう、なんかしてて、何子とかめっちゃ可愛いじゃんと思って、なんか、お姫様みたいな子がいると思って。そう。そしたらレミタンで、え、なんか、おしとやか、うん、そう、めちゃ、って感じで、めちゃ、ピシッてしてて、この子めちゃ真面目なんだろうなと思ってたら、そう、こんな可愛いね、レミタンだったから。褒めるじゃん、嬉しい。いやいや、マジで、思ったの。でもなんかその時は本当にお互いぎこちなくて、ここまで本当に仲良くなったから。確かにね。え、いつこんな仲良くなったんだろう。え、いつだっけな。でも。いつからだ？その時 LINE 交換できなくて、後から交換して、うんうん。それでちょっと話したぐらいだよね、どう。こんにちは、みたいな。どう？よろしくね、みたいな感じ。いつだっけ、こんな仲良くなったのは。いつだっけな、でも。ん？え、でも、リクアワの時？あ、そうだよね。そこら辺だよね。だよね。え、でもなんか、その時別にそこまでさ、うん、なんかここまでじゃなかったよね。え、そう。普通になんか喋るけど、そこまで仲良くないよ。うん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 。いや、なんでこんなに仲良くなったんだろうね。ね、なんか、急にガッてなってるね。急接近したよね。そう、急接近した。なんか話、なんか一回めっちゃ長く話したんだよね、多分。語ったみたいな。語ったね。え、そう、語ったよね。そこだね、絶対。そう、そこでなんか結構気があったりして、そう、そう、服のセンスとか、え、こんな人だったんだみたいな。そうそうそう。そうだ、それだ。なんか、そう、なんか急に二人っきりになって、それでめっちゃ語ってめっちゃ話せるじゃんみたいな。うんうんうん。多分ここまで仲良くなった。そう、デートも行ったんですよ。え、そう、行ったの。ね、二人で写真も撮ったよね、なんか熊の、ね、撮った懐かしい。そう、そう、最近も一緒にプリクラ撮りたいねって話をしてて、そう、ね、いつか撮れると実現したらいいけど、うん、撮りたい撮りたい。そうだ、いろいろ思い出できたね。懐かしい、なんか、懐かしい、今振り返ると、うんうん、なんか絶対こんなに仲良くなるなんて誰も思ってなかった。確かに、なんか、なんていうんだろう、見た目的にちょっと違うじゃん。え、そう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 、そう、あと性格もなんか結構、そうそう、タイプが ね違う感じがして、うん、多分ファンの皆さんもそんな、ね、なんていうの、仲別にね、ならなさそうと思ってるかもしれない、ね、めっちゃ仲いいんですよ、本当に。マジで仲いいの。そう、マジ仲いい。そう、びっくりするぐらい仲良くて。だって二人になった瞬間、めちゃめちゃ話しまくるよね。もうやばいよ、止まらない。止まんないって感じ。そうなんですよ。うん、本当に。そう、めっちゃ知れたと思います、今ので。絶対ね、仲の良さが。うん、仲いいんですよ、本当に。仲いいんですよ。そう。じゃあ次、ヒューカ、お願いします。了解です。あ、湯浅公園でやってみたいユニットはありますか？あー、なんだろう。でもさ、これさ、うん、レッスンしてたんだよね。そう、だからこれは、どうだろう。ね、
どうだろうね。言わない方がいいかもね。秘密ということで。皆さんの想像に。想像に。お任せいたします。はい。そう、レッスンね。また、もう、ね、できたらいいんだけど。ね。頑張ろうね。ね。めちゃめちゃ、そう、3月とかずっとね、レッスンだったよね。ね、もうめっちゃ大変だったよね、本当に。本当に、なんか、いろんな、一日に、うん、なんか、先輩方はもっともっとやってらっしゃるかと思うんだけど、レミたちにしては、一日に3曲とかあったから。うんうんうん。だから、それがすごい、なんかね、あー、いろいろ頭に入ってきたみたいな感じで。どう？もう、パニックだったよね。一日そんなさ、そう。がってきて、やばいと思って、本当に。そう。でも、すっごい思い出残ってるのが、うん。なんか、本当にレミたちが疲れ切ってて、その時。でも明日もレッスンがある。うん、予習しないとって時に、マネージャーさんが、あーそう、ゆっくり休んで、ご飯食べて、また頑張ろうって言ってくださって、うん、それでみんなでご飯を買いに行って、みんなでワイワイ食べた後に、すごい一生懸命したんだよね。そう。いやー、懐かしい。本当に思い出に残ってて。なんかめっちゃ青春してたって感じだった。そう。ね、頑張って甲斐があった気がした、あの時は本当に、うん。本当になんかすごい、救われたその一言で。ね、もうみんなもギャーって感じだったよね。ね本当にですかみたいな感じだったよね。ねってそう。いや、懐かしい。それも、そっか。みんなで袋いっぱいに買って、ね。そう、めっちゃ買った。そう。だから、うん、すごい、それはめっちゃ今でも思い出に残った、ね。懐かしい。確かにそうだった。懐かしいね。ね、マジで頑張ってたよ、本当に、ね。本当に。だけどね、そう、なかなか今の状況だと。うん、そうね。そう。じゃあ次、行きましょうか。あ、お願いします。手が乾燥してて、使いにくい携帯が。やばい。あー、めっちゃいい質問がたくさんあるな。お、どうしよう。じゃあ、気になったのは、ヒューカと海外に行くならどこに行きたいですか？ちょっとさ、これさ、合わせれる気がするんだけど。え、私も 100% 合うと思うよ。だよね。いくよ。うん。せーの。韓国。韓国え、だよね。そう、私も絶対韓国だと思った。絶対韓国だと思った。本当に。本当に心を読み合いました。ありがとうございます。うん、私も今、思いました。一心伝心。そうです。そう、これは、なんか二人で話してた時があったんだよね。あった。二人でなんか韓国とか行きたいね、みたいな。うん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 。そう、だから、いつか行ってみたい。わかる。え、なんか韓国、なんか2人とも結構韓国系のものが好きで、うんうんうん、そうなんかオルチャンみたいなやつがめっちゃ好きでそうだから服もね、そんな感じ。そう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 、ね、だからなんか映えるじゃん。わかる。そう、わかるよ。そう、かわいいし、どこにいても映えるって感じ。そう、食べ物とかもすごいじゃん。で、なんか前言ってなかったっけ。言ってた言ってた。マカロン、トゥンカロン、トゥンカロン、そうそう食べたいって話をしてた気がし、前のコラボ配信でも言わなかった。そう、言ってたよね。ね、そう、だから、ずっと言ってますね、本当に。だから、本当にこれは、一致で、いつかね、行けたらいいね。行きたい、本当にね。行きたい。じゃあ、次の質問お願いします。了解っす。なんかあるかな？あ、久しぶりにヒューカの顔見た。ねえ、イエーイ。なんかあるかな？あ、AKB48 で一番好きな楽曲は？あー、なんか、うん、なんだろうなーって。レミは、でも、ラブトリップが好き。あ、めっちゃわかるかも。ね。ね、すごいわかる。ね、めっちゃあの曲が好きで、ずっと聴いてる、うん、マジで。おー、歌詞がすごい可愛くて、うんうん、で踊り、ダンスもすごい可愛いんですよ。うん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 。で、いつかやってみたいなって思ってる。なるほどね、わかる。私はですね、
あの、ずっと言ってる、これ多分めっちゃずっと言ってるんですけど、オンリーツデイがめっちゃ好きなんですよ。あ、言ってるね、ずっと。そう。そう、めっちゃ好きで、あの、歌詞がすごい好きで。ね、なんか元気できるよね、あれ。そう。なんか、はい、すごく。エイト、エイトの曲？エイトの曲？そう、エイトちゃうんかいって言って、エイトの曲だったら、なんだろうな。え、汚れてる真実ってエイトだっけ？エイト。めっちゃ好きです。めっちゃ好きですか？汚れてる真実。なんかもう。あれが好き。本当に。一生の間で何人と出会えるのだろう。なあ、いいよね。あの歌詞がすごく好きなんですよ、ね、私。いいよね。本当に素敵だ。なんか前アカペラで歌って、あの時私初めて知ったんですけど、うんうんうん、すごい曲って思って、なんか。本当に好き。ね。アカペラで歌ったらなんかもうもっとより、そうそうそう。ね。気持ちが、ね、すごい。よかった気がします。そうなんです。汚れてる真実はですね、私なんか、もう好きというよりも、頭から離れないんですよ、もう本当に。思い出があるからね。ね、思い出深すぎて。そう。そうなんですよね。そうだね。いや、懐かしいね。1年も経ったよ、あれから。え、そうだよね。やばくない？やばいよね。今と思えばなんか、恥ずかしいし。もうやばい。見えないもん、私も。もっとちゃんとしてって感じ。あの、1年前に。本当になんであんなにできないのって感じ。びっくりしたもん。なんか、本当にもっと、なんかもう一回ね、できたらいいな。ね、本当にそれが。静かに思ってる。思ってます、私も、すごく。じゃあ次行きます。はい。あ、間違えた。あ、すごい。あ、たくさんありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。じゃあ、ここにいないエイトリオの長谷川桃子のここが可愛いってことをこっそり教えて。こっそりですよ、これ、皆さん。なんか、可愛いところがありすぎて。わかる。ね。なんだろうな。もうなんか桃子の存在が可愛いもん。え、めっちゃわかる。なんか、ね、なんていうの、癒しっていうかさ、そう、なんか同い年だけどお姉さんに見えるとこもあるし、ちょっと妹に見えるときもあるし、そう、なんだろうね、なんだろう、もなかなんであんなに罪だよね、あれはね、それのあれはダメだよね。あれはね、罪です。本当になんか可愛いよね、なんか全てが可愛い、性格とか声とか顔とか。美人のさ、顔からさ、あんな高いさ、可愛い声が出てくるのが、それでギャップがさ、ギャップがすごすぎて。わかる。なんか本当に、同じ中学2年生ですかって、神様に問いかけたいぐらい。うん、もう問いかけた、私は。もう、だって、あの子は本当に同い年か、何ですかみたいな。そう、めっちゃ可愛いよね、本当に。なんか、多分伝わってるはず、これ、皆さんにも。なんか、うん、こうね。なんとも言えない可愛さ。本当になんとも言えない、なんか言葉では表せないくらいなんかあるんだよね。うん。なんだろう。なんかオーラからかな、なんか雰囲気からも可愛いが出てるもん。なのにあんなにお綺麗な顔して可愛い声して、なのにめちゃめちゃダンスが上手なんですよ。なんかすごいギャップ萌え、ギャップ萌え、ギャップがもう。なんかひやひやくやももかのダンスは、うん、なんかしなやか。そう、わかるよね。うん。なんか、手足が長いのかわかんないけど、すべてが、滑らかだよね、動きとかも。そう、滑らか。だから、すごい、うん、本当に、うん。美しいでございます。美しい。なんかもう、全部の可愛い兼ね備えてるよね。ね、本当に。美しい、綺麗、可愛い、愛しい。かっこいいもあるしね。そう、なんか、すごい、ずるいよね、なんかもう、本当に。ずるい。羨ましいもん、いつも見て。しかも面白いしね。え、それなんか、ね、なんか。目線高いよね。ね、本当に。なんか多分、ももかは自然体でやってるんだけど、うん、それが、なんか面白い。そのままが面白い。そうそうそう。なんか、ね。だから元々がそういう気質っていうか。そう。そう、なんか持ってるんだよ、あの子は才能をね。しかも頭もいいし、運動神経もいいしさ、何ですかって感じじゃない？ね、日の打ちどころがないよね。え、本当に。ね。もう文句の言いようがない。ね、本当にそう。
そういうことで文句の言いようがないって言葉が当てはまってる。そう、例えです、ももかさんは。本当になんだろうね、あれは。うん、同じ生き物なのかな。逆になんかもうさ、いいとこしかなくない？悪いとこあります？え、それなんか、ね、探しても見つからない。そう、なんか見つけたいけど見つけれないんだよね。そうそうそう、わかる。なんかさ、探せない、なんかどこどこみたいな。そう、そう、すぐパッと出てこないもん。そう、全然。本当にいいな、本当に欲しいって感じで。確かに。そう、そう、なんか皆さん言ってる通り、そう、天性のアイドルなんですよね、あの方は。ね、本当にガチで。そう、なんかさ、またさ、あの、あれじゃない、お母さんが勝手に応募したってところもいいよね。え、そう、なんかオーディションに行く前とかはめちゃめちゃ泣いてて、行きたくない行きたくないだったのに、うん、なんかそういう子がなんかアイドルになってるっていうのが本当にすごくて、うん、本当に愛おしいでございます。そうですね、本当今すごく楽しんでるしね、活動ね。本当に、うん、ももかめっちゃ楽しいって言ってたもん、お前。どう言ってた前、なんかね、3人で話してた時にめっちゃ楽しいって言ってて。そう、めっちゃ楽しいの。ももか、これ、本当に大好き、この、うん、の言ってた、活動って言ってて。可愛かったね、あれ。微笑ましい、本当なんか親目線になっちゃう、あの子見てるとずっと。ね、うん。うん、あ、すごいわ。そう、もう素敵ですよ、あの子は本当に。素敵。すごい、ももかについて語りました。語りました、語らせてもらって。言葉で表せないぐらい、本当に。すごい子なんです。そうなんです。では次行きたいと思います。ひゆかさん、お願いします。了解っす。いるかな、いる、いや、あるかな、質問が間違えた。うーん、感動だよね、感動だよ ね、なんかあるかな。あ、エイトリオで写真集出すならどんなシチュエーションがいい？待って、何それ、すごい夢のような話。どう？え、私的になんかコスプレとかしてみたい。うん、あ、してみたい。なんかさ、ビッグワンガールズさんの時は制服着させていただいて。そうそうそう。なんかそういうのもありだなって。中学生的な一面。うんうんうん。もうなんかいいし。なんかギャップだよみたいな、かっこいい系とかもよく。え、わかる。ね、めっちゃわかる。なんかさ、なんかひゆかとももかのかっこいい姿なんてあんま見たことないからさ、見てみたい。だ、ね、なんか私たち結構普段がなんかそういうかわいい系の服よりかっこいい系の服って言いますか。あ、そう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 。うん、なんかストリートって感じだから。そうそうそう、3人ともね、そう、多いんで。そうだから、うん、うん、めちゃめちゃかわいいブリブリって感じの服とかも良くない？うん、逆にね。そう。いいよね。新たな一面みたいなの。わかる。あと、あれやってみたいなのが変身みたいな。何それ。だから、だから私は今ちょっと髪短いじゃん。ああ、ああ、ああ。ちょっと伸ばす。ロン毛にしたりとか。なるほど。そう、レミたんだったら。今逆にショートみたいな。そうそう、とか。めっちゃいいじゃん、それ。そうな、やってみたい。え、いいね、それ。ね。レミさん、ちょっとさ、やってみたいことがあって。何ですか？ダンスをしてみたいの。わかる、わかる、めっちゃわかる。してみたい。なんかさ、うん、なんかスタンプでたまにあるじゃん。え、そうそうそう、男の子なれますみたいな。で、それで前なんかイケメンだよねみたいな、3人とも結構いけるんじゃない、うん、って話をしてて、結構私たち男でもいけるんじゃない、うん、みたいな。そう、いけるんじゃない。そう、だからなんか本当にガチでダンスをしてみたくて。うん、してみたい。なんかもう、ね。ガチガチの。本当にガチガチの。うん。ガチのダンスをしたい。確かに。メイドさんみたいだって。メイドもいいよね。あ、確かに。うん。本当にね。でも何でもあるな。なんかいろいろなさ、なんかその、うん、写真集一冊でいろんな一面が出せる感じのガチみたい。うん、あ、わかるよ。ね。ね、なんかもうね。そう。わかる。その一冊で全てが詰め込んでありますみたいな。そう、もう、エイトリオが。そう。ギュッと。ギュッと詰まってます。うんうん。いいね。いやー、いつか、ね。これを見てたら、見てたら、お願いします。いつ
つかぜひお願いします。お願いします。やった。では、うん、最後のかな、最後っぽい、これで。あ、最後の質問参ります。はい。なんだろうな、なんだろうな、二人で漫才するなら、ボケとツッコミ担当はどちらですか？ああ、これさ、ちょっと考えたことなかったからちょっと気になったんだけど。私もないですね。なんだろうな。どっちっぽいですか、皆さん。確かに。どっちっぽいですか？ボケとツッコミ。なんだろうな。どうだろう。皆さんから見て、ヒューカはどっち、レミはどっちみたいな感じあります。うんうん、ヒューカがツッコミ、レミタンボケやろ、ボケとボケ、二人ともボケっぽい、ダブルボケ、ヒューカちゃんボケ、結構ありますね。ヒューカがボケ、レミタンがツッコミ、ダブルボケ。成り立たない、成り立たない。なんだろうな、でも二人ともボケって多いね。うん。どっち？これは。休暇的にどっちだと思う？私的に、なんて言うんだろう。私結構バカなので、ちょっとボケかなって思います。レミだ、ちょっと、なんでやねんって。でもツッコミしてみたいの。だってさ、レミ自分でボケたら自分で笑っちゃうのからさ、すぐ、ツボが浅すぎてすぐ笑っちゃうから。確かに。でも、なんでやねんとかしてみたい。なんでやねん。なんでやねん。でも、突っ込んでみたいのもあるし、ボケもしてみたいところもある。確かに、わかる、うん。交代交代で。交代交代で、その日その日によってチェンジしますか。もうやる前提になっちゃってる。やばい。それ、ちょっとさ、めっちゃ話変わるんだけど、どうぞ。たまにさ、個人で配信してるときに、うん、エイトリオで誰が一番頭いいですかみたいな、ある聞かれるんだけど、あるモモカはさ、もうレミチやん。え、うん、モモカはさ、レミチで頭いいじゃん。あ、モモカね、うん、うん、本当にやばい。で、レミとヒューカはどうなのみたいな感じで気になるんだけど。あ、え、どうだろうね。ね、でもどうだろう。でも最近なんかそういう、なんて言うんだろう、成績の話あんましないからさ。そう、しないよね。うん。え、どうなんだろう。でも、どうなんだろうね。でも最近私本当にやばくて。私もだよ。本当に、最低の点数を取ってしまって、学診で、冬休み明けのね。うん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 。やばかった。ガチであれはちょっと落ち込みすぎてすぐ勉強したもん。いや、多分だけど、レミタンの方が全然高いと思うんですよ。私的に、なんか話しててたまにちょっと私が、うんみたいな時があって、なんか、長谷本とレミタンは会話通じるんだけど、私は、うんみたいな時がちょっとあるので、やっぱ私がちょっと。でもなんか、ひゆかは、なんか、分野分野でめっちゃ頭良さそう。これはめちゃめちゃ詳しいみたいなのありそうじゃない？何？バレちゃってる？そうなんですよ。私結構、そう、差がすごいんですよ。いい教科と悪い教科。歴史はめっちゃ得意とか、社会は得意とか、数学めっちゃ得意とかありそう。うんうん、数学めっちゃ苦手。固まった。固まった。え？声は聞こえる？超固まってる。え？え？あ、動いた動いた。声聞こえる。聞こえる？めっちゃ全部悪い。マジ？私めっちゃいいよ。やばい、うん、あれ嘘、すごい、聞こえる？あれだよ、聞こえるは聞こえるけど、おお、画質荒い、やばい。あ、いい、よくなった、よくなった。な、よくなった。何が得意なの？国語ですね。そうなんだ、意外。国語マジで得意。なんかそう、作文代表で読んだことあるし、
そう、作文が得意。なんか、感想とか。ああ、確かに、文章作るのうまいよというか。前、評価 A 取った。え、やば。え、国語ってレミすごいなんか苦手なんだけど。なんか、付属語とかさ、文法が苦手。うん、え、で、文法結構簡単じゃない？あ、でも、あれ。私もあれが嫌い。なんか、連体詞とか。ああ、そう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 。そうそう、そういうのは結構難しいよね。形容詞とか。そう、でもなんかあれは結構規則性とか覚えると。あ、確かに簡単だよね。うん、うん、うん。え、意外すごい、国語。なんか、本当？理科とか詳しそう。え、理科マジわかんないの。理、社、数がやばいの。結構文系なんだよ、私。え、レミ、社会はできるんだけど、あの、うん、理数系やばい。やばいよね、理数やばいんだけど、証明とか全然わかんないんだけど。理数、むずすぎて。やばい。パーって感じだもん。うん。え、はい、うん。え、何が一番苦手ですか？え、やっぱり数じゃないですか？え、一緒なんですけども。あ、本当ですか？はい。ですよね。やっぱり無理です。うん、私、文系、割と。私も結構割と文系です。やばい、やばい。あ、本当だ。やばい、ちょっと。すいません、こんな慌ただしくなってしまって。すいません。読みます。はい。すいません。じゃあ。13位、ともアットマークで、みぐみさん、ありがとうございます。どうぞ。あ、私ですか？13位、まことさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位、けんさん、アットマークは、かわゆきなさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位、げんきくん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位、ふるかアットマーク、徳川推し。ねみたん大好き、ゆかちゃんも大好き、さんありがとうございます。ありがとうございます。いいとも。9位、ともアットマーク、お話し会楽しみ。いや、私も楽しみです、すごく、イエーイ。8位、たかゆきさん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位、ゆきたんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位、台湾ゆあらし、レニー好き、今日も可愛い、ヒューカハローさん、ありがとうございます。ハロー、ありがとうございます。7位、たくまさん、ありがとうございます。ありがとうございます。6位、よしよしアットマークで、みぐみきらんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。6位、チョコミントさん、アットマーク、徳川がアイドルの天下を取る未来しか見えないということで、ありがとうございます。ありがとうございます。5位、グランパスエイトくんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位、斉藤もげたさん、アットマーク、エイトモー、ありがとうございます。ありがとうございます。4位、マジカルマナちゃん、レミグミ、カニは鳥取のもの、さあ、ありがとうございます。食いだぞ。4位、翔太さん、アットマーク、カニ勝負は鳥取の勝ち。え、まさかの鳥取？得意ね。ありがとうございます。3位、おうちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位、夜勤中のひでぽんさん、お疲れ様です。あと、エイトも、徳川コラボ配信、最高。ありがとうございます。2位、さつちゃんとマーク、あやみちゃん、レミタン、レミ、かみよしのにゃんこさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位、よしさん、ありがとうございます。ありがとうございます。1位、むらさきアットマーク、レミグミ、タウンシブ部長さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして1位、バジルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとスクショしてみますか。スクショします。時間もちょっと追われているので、やばいので、やばいので、ちょっとどういうポーズがありますかね。ハート安定の。どっち？こっち？どっちだろう？こっちかな。耳的にはこっちだけど。私的にもこっちだけど。あ、そうなんだ。どっちだろう？どっちですか？どっちだ？あ、これいいね。あ、いいね。できてるかな？できてますか？いけてる？いい、来てるかな、いいかな、よし。じゃあこっち、あ、オッケー、どこ合ってますか、合ってんのかな、これ。合ってますか。できてるよ。できてる、多分できてるよってきた。できてないかな。ヒーカー聞く、了解です。あ、これでいいのかな。あ、オッケー、どんどん撮ってください。どん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 
イエーイ。イエーイ。オッケー。オッケー。じゃあ、版画をします?あ、しましょう。え、私、じゃあこっちかな。そうですね。こうか。これぐらいかな?これぐらいかな?すごい、めっちゃ再現できてない?やったぜ。オッケー。オッケー。いいじゃないでしょうか。どうする今、次。なんか殴ってる感じ。な、同じこと。じゃあ、こうか。そうだな。合ってるのかな?じゃあ、次こっち行きますか。あ、了解っす。私、じゃあこっちか。はい。ありがとうございます。あ、8時かな?やばい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう、レミトン。バイバイ。バイバイ。またしようね。バイバイ。ありがとう。またね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。勝手に切れるの待つ?待ちましょうか。待ちましょう、じゃあ。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。最高。ありがとうございました。ありがとうございました。